Xin chào các bạn, lại là cô Yuka đây. Hôm nay đẹp trời và mát mẻ nên chúng ta cùng học tiếng Nhật. Ngoài trời nhé. 今日も N2 の文法を2つ紹介したいと思います。1つ目、何々ぶる。この意味は本当はそうではないのにそのように見せるという意味です。そのふりをするという意味ですね。接続は名詞、い形容詞、な形容詞、プラスぶるです。例えば名詞だったらいい人ぶる。本当はいい人ではないのにいい人のふりをするですね。あとは優等生ぶる。このように使います。い形容詞なら選ぶるとか悪ぶると使います。い形容詞の時は、いがなくなりますよ。な形容詞の場合は、イケメンぶるとか、上品ぶる。このように使います。では、短い会話を見てください。すみません。コーヒーください。砂糖もミルクもいりません。おい、大人ぶるのやめろよ。お前はまだ子供なんだからさ。そうやっていつも選ぶるのやめてよね。ムカつく。2つ目、 A くらいなら B。 この意味は A をするより B をする方がいいです。接続は動詞の辞書形プラスくらいなら。例えば私はビールが大好きなのでビールを飲めないくらいなら死んだ方がマシだ。他には嫌いな人と結婚しなければならない。あんな人と結婚するくらいなら独身の方がマシだ。こういう風に使います。では、短い会話を見てください。ねえ、ゲームばっかりしないでよ。こんなデートするくらいなら家にいればよかった。え？俺だってこんなまずいコーヒー買うくらいなら新しいゲーム買いたいよ。最低。あなたと付き合うくらいなら元彼のところに戻る。あー、待って。皆さん、今日の文法はどうでしたか？さっき涼しいと言ったんですが、今とても暑いです。嘘つきました。私と一緒にもっと日本語を勉強したいと思う人はずんもりに来てください。待っています。Hang up right。またねー。